はい、皆さんこんにちは、花声のミクラです、ね、昨日は YouTube のおすすめ動画に取り上げられまして、大変な反響をいただきました。アクセスしてくれたみんなの、ね、おかげで勲章までですねもらっちゃいまして、本当に皆さんありがとうございました。で、たくさんのコメントもいただいたんですけれども、ただ一つ気になったのが、多かったコメントがですね、鼻声だということでね、まあいいんですけど、まあ物は考えようですから、鼻声がね、セールスポイントっていうのも悪くないと思いますし、というわけで、まあ今日も鼻声ですけど、よろしくお願いしますね。はい、それでは、いただいたコメント、あるいはメッセージの中からですね、今後は、疑問、皆さんのね、疑問点をいくつかピックアップしながら、解説していきたいと思うんですが、今日は二重線について勉強していきたいと思います。で、二重線って何かって言ったらですね、先日まで勉強してきた中のこの黄緑色の生命線、青色の知能線、赤色の、感情線、そして、まあ、このように出てくる運命線という4本の線がありましたけれども、それぞれの線にはですね、二重線というものが存在します。で、二重線というのは何かというとですね、まあ、その名の通り二重ですね、2つ重ねると書いて二重線ですから、その線が2つありますよと。例えば生命線ならこういうふうにですね、その生命線2本ありますよ。で、青色の知能線もね、こういうふうに2本出てくる人もいるし、感情線も同じようにこのように2本出てくると。運命線も同じですね。っていうように、線が2本出てくることを二重線と言いますが、これはですね、もうその名の通り二重ですから、ダブルですね。そのパワー、その線が持っている元々のパワーを2倍にですね、考えることができますよという説明ができます。で、今回はね、その中でも二重生命線の勉強をしていきたいと思います。で、二重生命線はですね、今こう書いているように、この生命線の内側にこのようにぐーっとですね、全く生命線と同じような感じでですね、このように出てくる線を二重生命線と言います。で、この二重生命線はさっきのね、原則から言えばですね、生命力が2倍あるよと。ですから、例えばね、この生命線が薄くてもですね、2つ線があるだけでもうそれはもうものすごいパワーになるんですね。だから例えば薄い線が、一番わかりやすいのは濃い生命線、濃いね、非常に太い生命線があって、さらにもう1本ある人は、あ、この人はもう見るからに体力ありそうだなっていうのはわかりますけど、薄い生命線の人が、薄い生命線にもう一本生命線があるっていうのはですね、一見意外と見た感じそんなにパワフルじゃないことがあるんですね。だけど実は実はものすごいパワーで、例えば病気してももうフェニックスみたいにですね、生き返ってくるよという人がこういう線を持っています。で、今フェニックスと綺麗な言い方をしましたけれども、まあ、一番わかりやすい例ではですね、ゴキブリみたいにとかね、よく言いますよね。あいつは殺しても死なないぞと。そういった人がですね、この二重生命線を持っているケースが多いということで、この線を持っている人は本当にラッキーですね。もう体をものすごい使ってでもいいですから、その、バイタリティで物を言わしてですね、どんどんいろいろなことに挑戦していただければと思いますね。で、二重生命線見るときにですね、ポイントがありまして、ちょっと誤解しやすいポイントっていうのがございます。で、誤解しやすいポイント、その1。このね、線が、今ちょっと青い知能線入ってますけれども、この知能線がですね、こういう風に入っている人もいるんですよ。ね。知能線の復習ですよ。知能線は、この人差し指と親指の間ぐらいから始まって、ずっとね、この小指側の方にこう、降りていく線。これ知能線って言いましたけれども、この知能線の終わるポイントが、この下側だった場合ですね。間違いやすいんですよ。二重生命線に。これを、俺もしかしたら、2本あるからこれ、生命線、二重生命線かもしれないなと思うけど、実はそれは間違いで、これが知能線の場合ですね。この上の部分にこの青い線がない場合、この線、この二重知能線、あ、じゃなくて、知能線がですね、この下側に向かっている人だよということもあります。で、その場合は、これは二重生命線ではありません。
下に行けば行くほどロマンチストって言いますけれども、ここまで降りている人はものすごいロマンチストなので、めっちゃロマンチストな人はですね、自分が二重生命線だとちょっと間違わないようにしてくださいね。あともう一つありがちな、間違いポイントっていうのが、この親指側からこういう風に上がっていく運命線と間違える人がいるんですね。この黄緑色の生命線プラスもう一本な、この今私が引きました青い線ですね。この線で、あ、俺もしかしたら私二重生命線かもしれないわと思うかもしれませんが、実はこれは運命線の時勉強した親指側から上に上がっていく線は、家族との絆が強い人だと言いましたけれども、そういう人のですね、運命線のこの中指まで行かないバージョンという形のですね、この親族と血族との縁が強い人なんだけれども、それが、止まっているバージョンというのがありまして、この2つはですね、先ほどの知能線のケースと、この運命線のケースというのはですね、二重生命線と間違いやすい点なので、ここは二重生命線見るにあたってですね、注意していただければと思います。6分経ってしまいましたね。けど、一応5分でわかる手相教室、今日も終わります。皆さん、ありがとうございました。再びミクラです。私、手相家でありながら、大道芸人でもあるという別の顔を持っています。で、何の芸かというと、それは今、ピラミッドをバックに回してますね。ポイというニュージーランドのマオリ族という原住民の伝統舞踊から派生したダンスです。これも手相と同じくらい奥が深くて面白いです。ダイエットにもなるし、必要なのはボールと紐だけ。おすすめです。というわけで、今日はポイのご紹介でした。